ハッピーバースデーバタシー。はい、どうも、今日も元気にバトレやっていきましょう。チャンプレです。アイビーバー、レッツプレイバトレーテで、I'm チャンプレーということでね。バタシーとかもう、言わんこふやんけん。ということで、パッと思いついた一人称がバタシーでした。ということで、まずはね、ゴリアックハンド、ゴリアックアイの型でやっていきます。ガチャメカの配置。さあ、ピコトロンがちょっと厄介なんでね。あ、ちなみにこれ、大丈夫だ。ちゃんと。あー、ダメだったー。ダメでした。難しい。さて、どうしようかな。あー、待って。道を閉ざさないでくれ。あ。ほい、ほい、ほい。あぶね。さあ、適当に撃ったやつが。マジで？ジャンプ読みもしたのに。バイ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 。はい。さあ、上に打ち上がったら上からね、叩き潰すっていうね、効率の良い方法でございますと。あ、これちょっと間に合わないな。ダブルゴリアック。お、当たった。オッケー。もうダメです。あー、あれがね、渡すと。どっから来る？どっから来る？は？何もしてねえ。何もしてないのに勝手に自滅してた。あれはもうピロキの呪いがかかってますね。ピロキっていう青髪の赤目で、無免許で、ノーヘルでバイクに乗っている、やつがいるんですけど。はい。そいつの呪いがかかってます。あ、ちなみにそのピロキってやつは飛び降りが趣味です。なんかね、俺のバトルでさ、よくピロキは飛び降りをするんですよね。なぜか知らんけど。ね、それをね、ピロキったっていう、なんか、新しい単語を作ってね、なんかやっていってるんですけども。はい、ゆき。さてと、さあ、前叩きパンチ3回繰り返して、落下ダメを繰り返して、終わらしていきましょう。さあ、ブルーどこにいるんだって話なんですけど。あ、そこにいた。オッケー。撃ち落としていったが、ちょっとね、厳しいところでした。何してんの？やばい、ピロキの呪いかかってる、あいつ。あー、押しすぎ。押しすぎて今。どこいる？マジで見えねえ。どこいる？あ、来たわ。何してん？何しとんねん、お前は。はい。さあ、爆発をして。オッケー、決まった。さあ、前叩き、強化弾からの、ゴリアカンド。さあ、強化弾とね、前叩きさえあれば、なんとか、いけるんでね、このコンボは。いや、サルチームってマジでね、コンボ難しいんですよね、コンボ。どうやってコンボしようか、いつも迷ってるぐらい、本当にコンボ難しい。だからね、いつもコンボするとき結構ね、考えてるんですよね。どうやってコンボしようかなって。マジで、ね、サルバトーレの、サルバトーレじゃない、サルチームだけマジでね、コンボの難しさがえげつね。
やだ、後ろからなんか来てる、サンダーっぽい。あー惜しいな、今決まると思ったんだけどね。はい、ビンゴガード。まあビンゴガードっていう概念ないんですけど、誰も取れ。とりあえずジャストガードしました。さあ飛んで火にいる夏の虫とはこういうことです。さてと、これ届くか。届きました。さあ降りてきてもいいんやで。わお、さてちょっと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 、はい何をしてんだって感じですけども、バイバーイ。まあね、黒パンはこういう風に近づけさせなければね、勝ちなんで。ということで、終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.